皆さんこんにちは。さて、皆さんの身近に存在しながら、その扱いには様々な専門知識が必要とされるもの、そう、不動産です。この番組では皆さんが日頃感じる不動産に関する疑問に分かりやすくお答えしていきます。コメンテーターは不動産コンサルタント会社株式会社 CF ネッツ代表の倉橋隆之さん。はい、こんにちは。そして今回は株式会社南青山建築工房の取締役であり一級建築士の猪俣清さんと、こんにちは。そしてマネージャーの黒川博光さんにお話を伺います。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。この番組では皆さんの疑問について倉橋さんと、そして猪俣さん、黒川さんが解説いたします。この番組は豊かな未来のコンサルティング、 CF ネッツの提供でお送りします。さて、今回も皆さんからたくさんの質問が寄せられています。今回はその中からこちらの質問をご紹介いたします。神奈川県横浜市南区にお住まいのペンネームのぞみんさんからの質問です。実家を建て直すことになり、今どこのハウスメーカーに頼むか検討中です。 CF ネッツにはモデルハウスはありますか？もしあるのであれば教えてください、ということです。私もちょっとハウスメーカーに勤めていたことがあるのでとても気になる質問なんですけど、はい、例えばハウスメーカーさんっていうのはモデルームを作ってさ、いろんなお客さんをこう発掘するよね。でうちの場合は逆で、お客さんから来たものを、一番こう要望に合ったものを作り上げるっていうことをやっていて、でそのためにうちにはですね、南青山建築工房ってあるんですね。でその南青山建築工房ではモデルームをやらないけれども、建ててるものがありますよね。でそれは現地で見ていただくってことはやってたりするんですね。でただまあ今日はですね、せっかくですので、うちの、南青山建築工房と今度新しい、ね、サービスとして、建築の窓口っていうのをですね、始めるんですよ。でそのサービスの内容を今日はですね、ご説明しようと思っています。でまずですね、うち南青山建築工房で、建ててきたような実績とかですね、どのようなことをやってるかを黒川の方からですね、ご説明したいと思います。お願いします。はい、実際モデルハウスはないんですけども、モデルハウスがない分、そのコストをですね、削減して弊社ので建物の方にお金をかけていると。高い部材ですとか、いい部材を選定させていただいて、そのお客さんの要望に沿ったですね、建物をさせていただくという形になっています。で主にですね、注文住宅をメインにさせていただいて、それで型にはまったですね、その間取りプランとかではなくて、シリーズとかではなくて、もうお客さんに合ったその、住宅を建てさせていただくと。コストがかからない分お客様にこう還元されるというのはありがたいですね。建築費のほとんどは人件費だから、はい、逆に言うとうちは人件費を下げる、あとモデルハウスみたいな広告費をかけないという戦略でね、なるべくお客さんの要望に応じて一番満足の高いものを作ってっていうことが、うちの南青山建築工房ですね。はい、でさらにね、今度は建築の窓口っていうサービスを始めたんですよ。はい、でその建築窓口についてですね、うちの井上さんの方から説明をさせてますので、よろしくお願いします。注文建築を建てられる方がですね、結構いらっしゃるんですけども、ほぼ全ての方が、ね、やっぱり、ね、押し木製の建物になっちゃうんですね。それは建て売りみたいな建物だったりとか、あるいはハウスメーカーのなんとかシリーズみたいな、既製品になっちゃうんですね。で注文建築のいいところっていうのは、自分のこだわりとか、ね、求めてるものとか大事にしたいものっていうのが反映できるというのは本当はいいところなんですけども、それがねやっぱり、せっかくの注文建築なのに反映されてない、で逆にこだわりすぎちゃうと今度はまた使いづらかったりとかね。それから、予算がありますよね。予算も、あれもこれもでね入れて、すごい予算になってしまって、住宅ローンを払うためにね、そのせっかくの家に、ね、いる時間が全然なくなっちゃったなっていうこともありますから、そんなふうなことも含めてね、最適なものが、ね、提供できるかどうかっていうことがね、実は、それができるとかなかった。それでその前さばきができる、ね、基本的にはうちの会社はコンサルから出発ですから、はい、そこをそれを満たすような会社、ね、仕組みっていうようなことで、建築の窓口っていうような、形のサービスを始めました。
お金に困らない人生設計、不動産投資成功の方程式、その他多くの著書。 CF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実績を積んだ経験豊富なスペシャリストです。人生を成功に結びつけるには不動産の戦略的活用が必要です。幅広い分野の専門家が皆様のニーズにお答えいたします。手数料は不動産会社と一緒です。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。本当に家を建てようと思っても何から始めたらいいか分からないから、そんな窓口があったら、うん、でこの建築の窓口ってのはね、はい、あのハウスメーカーさんね、もうほとんど全部と連携していて。そうなんですか。で前さばきでうちの井上田とか黒川が、あの大体、プランを決めてきますよね、はい、それに合った構造だとか、それに合ったその、システムとかを考えたときに、じゃあ南建築工房っていう会社があるんだけども、ここでやった方がいいのか、逆に言うと違うハウスメーカーでやった方がいいのか、これもうちの方で選択させてもらって、はい、で、そこの最終段階で、そのハウスメーカーさんを紹介するってこともあるんですね。でハウスメーカーさんのはハウスメーカーさんの方でその営業努力いらないし、ね、我々の方で設計まで終わってますから、はい、ある意味ではコスト下がりますよね、うん、で我々もそこでコストを下げる努力をします。で、最善ないい形のものをですね、お客さんに提案できるようなコンサルティングをする、これが建築の窓口なんですよ。お客さんにとっては心強いですよね。そうだから、うちに来れば全部できちゃうっていう、はい、だからモデルハウスに行っていろんなものを見るんじゃなくて、うちに来たらいろんなものを選べるっていうね。それはもうそこに行けばもう全て全部完結しちゃうということですよね。そうなんですよ。ここが知りたい不動産は FM 横浜、そして TVK の番組とも連動しています。そして不動産に関する質問をお寄せくださった方の中から抽選で10名様に倉橋さんの著書をプレゼントしています。倉橋さん、今日はどの著書をプレゼントしていただけますか。はい、今日はね、猪俣がちょうど登場したんで、はい、猪俣清のですね、不動産投資にまつわる百難という、この著書がありますので、これをプレゼントされております。はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんご参考になさってください。 CF ネッツでは倉橋さんをはじめ不動産コンサルタントによる個別相談を行っています。不動産に関すること、住宅から資産活用、相続対策まで幅広く対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。次回も皆様の質問にどんどんとお答えしていきます。それではまたお会いしましょう。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りしました。ここが知りたい不動産では、皆さんから不動産に関する質問を募集しています。検索キーワードはここが知りたい不動産、番組公式ホームページよりご応募ください。お金に困らない人生設計、不動産投資成功の方程式、その他多くの著書。 CF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実績を積んだ経験豊富なスペシャリストです。人生を成功に結びつけるには不動産の戦略的活用が必要です。幅広い分野の専門家が皆様のニーズにお答えいたします。手数料は不動産会社と一緒です。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。